個々のスキルが高い。コット、軍の見せ方、散らせ方、勢いが素晴らしかった。波動が見えるようなタイムスリップした気分。ラウンド2、セカンドマッチ。ディップバトルズ versus コセイ8ロックス。レッド、レッド、ブルー、レッド、ブルー、レッド。エイトロックスに僕は入れたんですが、ディップバトルズの方はですね、まあ、ポッピングというテーマで戦ってくれて、ポッピングの見せ方ってこう昔からの流れで、そうブガルっぽかったりとか、なんかいろんな違う要素をステップ入れたりとかもするけど、割とどっちかっていうと基本に忠実なポッピングかなと。でもう少しなんかこう新しさが欲しかったかなっていう部分があって、期待してたところに届かなかったっていう感じだったかな。個々の力はすごくあるので、もう一つなんかこうインパクトを残せると良かったんじゃないかなと思いました、ね、で、エイトロックスの方は、ニューヨークブラックアウトっていうことで、ブレイキンの発祥の地であるニューヨークとニューヨークのその定年の出来事をかけてるっていうのところと、まあ、ストーリーは本当に分かりやすく、まあ、題材自体が分かりやすかったので、ストーリー分かりやすかったけど、それをしっかりダンスで表現してたし、そのブラックアウトしてからの街のその、トラブルだったりとか、そういうところをダンスでしっかり表現できてて、でやっぱりこう個々のスキルが高いので、ダンスとしてもしっかり見せてストーリーも伝えていくっていう、まあ、そこのうまさがすごく伝わってきて、プラスブレイキンのスタイルっていうところも忘れずに中身でしっかり伝えていく、すごくいいとこだらけな感じがして、なんか底力を感じた感じでしたね。ということで、僕は8ロックスに入れました。ディップの勝ちとさせていただきました、はい、ディップの方なんですけども、白の上下あのスーツで統一して、彼らのスタイル、今回ポッピン推しだったんで、すごくマッチしていてよかったです。曲が結構はめる音だったんですけど、まあ、ちょっとこう自分見ていて感じたのは、あのミュージカリティというか、まあ、そのはめることをミュージカリティですけども、取りこぼしてるところが少しあって、まあ、細かい音が入ってるんですね、いっぱい打ち込みの。でそれがちょっと少し気になって、そこまで完璧に拾ってくれたらもっと良かったかなっていう気はしてます、はい。ただコット、軍の見せ方、散らせ方、あとカーノン使ったりとか、その見せ方がすごい秀逸で、そこはすごく僕の中ではかっこいいと思って。一方コーセー、エイトロックスですね。彼らがもともと持ってるそのブレイクン、ヒップホップカルチャーを少しこうレペゼンしたようなメッセージ込めて、まあ、そこをすごく良かったです。で、まあ、僕が前も言わせてもらったんですけども、そのなんかブレイキンの良さっていうか、その魅力、最大の魅力っていうのは、そのもちろんやってることの凄さ、誰が見ても一般の人が見てもすごくやってるのが分かるんですけども、その凄さだけではなくて、やっぱり疾走感だったりとかスピード感っていうのが僕の中ですごくどうしてもそこが刺さる要因の一つやっていて、今回はすごく自分の中で刺さってたんですよね。僕はわずかにディップの上だと思って、ディップの勝ちとさせていただきました、はい。コーセー、エイトロックスの方に入れさせていただきました。でまず、ディップバトルスさんですね。白のこのズートスーツって本当にもうポッパーはこれで踊るよねっていうもので来たので、まあねポッピンを見せてくれるのかなと思ったところで、もういわゆるのそのポップのショーから音ハメと、まあオリジナルのなんかこう自由な感じというか、まあそういうところに持っていってらっしゃって、でまあ音の展開がもう少しあったらすごくこう印象に残るシーンができてきたのかなとは思ったんですけれども、全体的に見応えはありました。そして迫力もあったなっていう印象でした。コーセー、エイトロックスさん、
最初アクティングから始まって、で、まあ、何が始まるのかなっていうその期待感と、まあ、ワクワクしながら見ながら始まったんですけれども、そこのアクティング終わりからのスピード感がすごく良くてですね、でもうそこから一気にこう畳みかけるような感じで、もう最後まで終始テンション途切れずいった勢いが素晴らしかったなと思って、で、まあ、皆さんのこうエネルギーだったりとか一体感とかチーム感っていうものも素晴らしかったなと思いました。で、構成86に入れました。私はディープバトルズの方に入れました。まずディープバトルズなんですけど、ドア頭にソロの3人のポップから始まり、激しく始まるわけではないんですけども、なんだろう、興味をそそる作品作り振り付けで、途中から3人でソロを回すようなシーンがあるんですけど、そこから最後にかけての盛り上がりが素晴らしくて、本当に私は3人のそのポップの掛け合いのシーンも見えないんですけど、なんか何かが見えるような、こう波動が見えるような感じがして本当に素晴らしくて、私はこちらを入れました。で、対して構成86なんですが、もうスピード感も素晴らしいし、彼らの技術があるからこそこう演出として荒々しく見せる部分も、わざと技術があるから荒々しくできるっていう、テクニックがしっかり作品の中に組み込まれていて、あと途中で6人でカノンって言うんですけど、順番にドミノのように踊っていくシーンがあるんですけど、そこもすごいアクティングよりが小さいんですよね。6人でギュウギュウで踊ってるんですよ。ギュウギュウで踊ってながらもドミノをしてカノンをして踊っていくって、かなり技術がないとできないことなので、私はスキルっていう部分で今回10点満点を入れたんですが、ディープバトルズの作品も本当に素晴らしくて、私はディープバトルズの方に入れました。構成8ロックスさんに入れさせていただきました。ディップバトルズさんなんですけれども、立ち姿からめちゃくちゃ引き込まれたんですが、その中で、この迫力あるポップをメインとしたパフォーマンスで、なおかつ私が結構インパクトがあったのが、ソロから始まっての、一瞬こうダウンをふっと入れてから下手側に移動していき、なおかつそのルーティンの流れでこう女の子が下手でグッと反って、でそこからカノンで、表現をしていく、ここが私の中ですごくインパクトがあった構成でした。音の魅力が、すごくあって、音で本当に引き込まれていくチームで、なおかつその音を全て取るわけではなくって、その音の魅力をいろんな角度から振り付けに入れ込んでいるところが私の中ではすごく印象深かったです。やはりこうテーマとして、こう宇宙とつながっているような感覚を作品にされていたので、もう何も考えないでグッとこう無の状態で思いっきり踊る瞬間の強さっていうのがさらにあると、今回のテーマにマッチするのではないかなと思いました。構成8ロックスさんなんですけれども、もう最初の時点でタイムスリップした気分になりましたね。こうニューヨークにいて、こう DJ ブースがあり、こうラジカセがあり、何が始まるんだっていうところで、こう彼らたちが一番リスペクトしているヒップホップのカルチャーをなおかつブレイキンで表現している、一つ一つのその小道具の使い方もとても魅力的だった流れで、自然とその小道具がなくなって、そのステージ一面が本当にザ・ストリートのこう場所で、みんながブレイキンして愛を表現しているというか、
なんかこう当たり前な日常生活をダンスで体現してる。それがまたなおかつユニゾンでもスキルフルで、テーマとハートをしっかりこう持っていかれたチームですね。なので、コーセーエイトロックスさんに1票入れさせていただきました。